よって。こんばんは。急に配信始めて通知来たからびっくりしておかしいみたい。すいません。こんばんは。今日はですね、舞台最高でした。サリーの役がハマっていて好きです。嬉しい、ありがとうございます。今日はですね、ママが見に来てくれて、そのままね、ちょっと待って。ママが見に来てくれてママが見に来てくれて、今日ねお家にママが来てるのね。そうだから、ゆっくり喋ってたらこんな遅い時間になっちゃった。そう、ママ今ママお風呂入ってたんだけど今入ってる。そうママがお風呂入ってる間にショールームシーザワーンと思って、そう、そう明日お休みなんです。もうね今日疲れが、みんな私だけじゃなくてメンバーみんな疲れ溜まりすぎてなんかみんななんか死にかけてた。そうおもろよいしょ。初めて下手からでたくさん見れた。下手、ああ下手私行くこと多いですね。今日前髪赤ちゃんの産毛みたいになっている。膝大丈夫？あ、さ全然膝はね痛めてないんですよ。膝じゃないんです私。あ、でもあのワンパク小僧、ワンパク膝小僧ではありますね。なんか毎回立てて死ぬ時にワンパク、あーすっごい膝打つんない。ふん、ワンパク膝小僧ではあるんですけど全然痛めてないんで、見た目がちょっとあのあざだらけってだけです。でもね全然ね痛くないのこれ、なんか黒いだけ。なんかね立てては全然関係ない時にぶつけた足のあざの方が痛くて立ての時はなんか膝はついて死ぬけど、死ぬからあざはできちゃうけど全然痛くないんだよね。なんかつき方が多分普通の何あざできる時のさぶつかりと違うんだろうね。なんか全然関係なく右膝をぶつけたっぽいんですけど、そっちの方が全然痛くてなんか不思議です不思議。さらにライブパートほぼほぼ下手説。そんなことないけどね、ちょっと覚えてないけど、みんな怪我なく無事に千秋楽を終えられますように。そうですね、今日も楽しかった、ありがとう。カウントダウン TV 今見てないんですよね。お疲れです。だからだからだから、こんばんは。マサトさんありがとう、ギフトありがとう。ヤビンさんもクマちゃんありがとうございます。今日も楽しかった。しけんさんこんばんは。今日は今日はなんか特筆すべきエピソードあったかな。あでも今日サブウェイ食べました。朝なんかここ最近毎日、一昨日昨日とか一昨日とかゆうなちゃんがサブウェイ3日連続ぐらいで食べてて、うわー食べたいと思って、今日いつもより30分ぐらい早く劇場に行って、サブウェイに寄ってから行った。そう朝早かったからサブウェイ全然人いなかった。今日舞台見に行って、おありがとうございます。ロイヤルゼリーはキャッチできた。ロイヤルゼリーはね、岡部女王蜂の時は投げるんですけど、清水女王蜂の時はね渡してくれるんで、今日はね落とさなかったです。渡してもらいました。ヘルシーで大きい。でもさサブウェイさパンにさ、今回エビアボカドにしたんですよ。そしたらさやってる最中めっちゃお腹すいた、腹持ちめっちゃ悪かった、ほぼ野菜だったから悔しい悔しい。こんばんは。だからサブウェイ食べて、サブウェイをね何時、9時ぐらいに食べたの。
そう9時半ぐらいに食べて、したら12時ぐらいにお腹空いちゃって、やばいめっちゃ腹持ち悪いと思って、でお腹空いた状態で舞台立つとなんか集中できないから、ウィダインゼリーを飲んだんですよ。それでも舞台中めっちゃお腹空いてたウィダインゼリーも腹持ち悪かった。やちさんギフトありがとうございます。キスバイエット楽しかった、ありがとう。今日はお弁当なかった、そう1公演だからね、お弁当なかったの。ウィダーなんて腹持ち悪すぎ、ウィダーってやっぱ腹持ち悪いんだ。何のための飲み物なのあれ。なんかウィダーってさあれじゃないの、時間がないけど栄養補給したい時じゃないの、栄養補給のためだから別に腹持ちのことは考えられてないのか、悔しい。そういえば前日にギョーちゃん出る、え、そうギョーちゃん出るの、四国つながり、なんかギョーちゃんはちょっと気まずいって言ってたけどそうちょっと鉄やってないから気まずいって言ってたけど、さやは嬉しい、大好きなギョーちゃんと出れるの。まあ、やっぱ基本さ曲のさ立ち位置とかってさ、すごいこの髪の毛巻かれてるね、こういうクセっ毛ですね。あ、まあ、なんだっけ、何の話してた、あ、そう基本曲の立ち位置って8人とか、8人が今一番多くて、多分その16人以外だと、まあその次6人とか3人とかはあるんですけど、7人っていう立ち位置がまあなくて、マジでない。そうだから京天ちゃんのピンチヒッターにお願いするという感じですね。ウィダーは親知らず抜いた時のご飯です。おー、今度親知らず抜いた時にウィダー買っとこう。舞台めっちゃカロリー消費そうだからお腹すき、めっちゃお腹すく。こんばんは、愛媛のお隣、そうなんです、こんばんは、大歓迎ね、大歓迎だよね、いてててて、こんばんは、愛媛に来てくれるの嬉しい。それな、しけんさんこんばんは。そう奇数ってあんまないんですよ、こんばんは。でもとっても楽しみ。トメさんギフトありがとうございます。がっつり AKB の曲でライブするの、なんかっぽいですよ。でもセットリストさえたちが話し合って決めるから、まだ何にも話し合ってないんで何も決まってないんですけど、どうしよっかなっていう話はしてますけどね。こんばんは、そんな感じです。でもマジで嬉しい、ぎょうちゃん。なんか今回の舞台もなんかマキューシオとティボルトでめちゃくちゃ戦いあったりとか、お嬢のお月で2人でなんかアミタイツコンビやったりとか割とね関わりがあるから、なんか仲良くなったというか、いっぱい喋ることも多いんで、なんか嬉しい。こんばんは、久しぶりに愛媛行けるの楽しみすぎる、同じ気持ち。こんばんは、昨日のコンサートで高橋さん歌の時目の前にいました、お、ありがとうございます。ショールームも来てくれて、どんな役どころがお気に入り、うーん、どれもお気に入りだけど、でやっぱ魔球しようかな。男の子役ってさ、やっぱ8で舞台をやるからこそできるじゃん。普通の外の舞台だったらさ、男の子役もさ基本は男性がやったりするからさ、なんかすごい新鮮で楽しい。かも素手で戦うなんてさ、あんまり女の子の盾ではないからさ、やっぱ男性の盾だとね、こう殴り合いとかナイフとかあるっぽいけど、女の子だとあんまないっぽいんで、まあ九州行っちゃう、個人的には行っちゃいいっすかね。
そう、アミタイツコンビ。今日マリアジョーバチのアドリブ長くて面白かった。こんばんは。あのアドリブいいよね。まあでもどの役も好きですけどね。そう、どの役も全部愛着はあるというか、アンドロイドのサイリンがツボ。え、マジでさ、キャラじゃなさすぎてビビってる。ファン人気、え、どれですか？逆にみんな書いてほしい。まあこれかなって。わかんない、ファン人気全然知らない。でも魔球士は多分そんな高くないと思うわ。でもママ的にも魔球士がそう良いっぽい。そう、ケンさんこんばんは。明日元カレです。18日じゃない？試験さんありがとう。フラゲ日、そうそう、明日はフラゲ日ですね。フライゲート僕は一足に。ビジュアミサキちゃんで役はつかさ。多分ビジュさ、この前髪のおかげじゃない？ミサキちゃん以外全部前髪上がってるからね。そう、美咲ちゃんの足元が好きなんだけど、社会人として共感できる司さかな。美咲ちゃん赤いヒール履いてますからね、サンダルみたいな。あれね、すごい歩きづらいんだよね。大きいんだよね、サイの足より。サイズ大きいんだよね。司さマジむずい。そう、社会出てないからさ、マジむずいっす。こんばんは、こんばんは。まあ明日がフラゲ日だとしても発売日は明後日ですね。こんばんは。キャピキャピサイリン好きかもね。キャー、超ミーハーだから美咲ちゃん。でもさ、全然さ、 ああいうタイプじゃないからさ。でも今日ね、いつも以上にね、キャーキャーしてみた。キャーキャーしようと思って、今日はキャーキャーしようと思って、イケメンにキャーキャーしてみた。今日は昨日とかより全然してみたね。あ、でも昨日の夜恋も結構キャーキャーしたかも。楽しいね。え、マッキーがやっぱでも個人的には好きか。やっぱ盾が多分さ好きなんだろうね。ギャップ萌えしてくれるかな、みんな。ハッツの韓流がツボ。え、それな、しかもさ、そのアンドロイド彼氏の韓流くんさ、現代のさ韓流アイドルみたいな感じじゃなくてさ、ヨン様とかその時代のさ韓流だから、めっちゃ逆におもろいよね。時代を感じる韓流なのがなおおもろいっていう、なおさらおもろい。サンゴも実はイケメンだよね。え、サンゴマジでなんかアメリカのボーイ、かわいい、大好き。サンゴの美獣大好き。冒頭の学ラン三人衆が主人公の青春ドラマみたい。楽しそうだけど、最初ハッツに見えない。確かにハッツに見えないよね。なんかでも結構塩顔っぽいイケメンだよね。試験さん、はじめまして。サニーは何個選びますか？え、見た目だったらナギちゃんかな。そのサンゴのあの服とか髪型とかも踏まえた見た目だけだったらサンゴかな。中身だったらやっぱ明るい子がいいから1号かな。カレンちゃん、レミちゃんの
明るくていつも励ましてくれる感じがいいな。ニゴもいいんだけど、なんかちょっとこうスカしてる感じじゃないですか、韓流の。そうよりはどっちか言ったら元気系の方が好きかも。こんばんは。そうポケットがナイフマジで出てこん、今日全然出てこなかった。チキンさんはじめまして。冒頭のサイリンダッシュ好き。そう、まあ、本来の高橋さんが足めちゃくちゃ遅いんですけどね。こんばんは。横内さんにさ、なんかその話をしたの、実際の私めっちゃ足遅いんですけどねって言ったら、見えないって言われた。運動神経良さそうって。めちゃくちゃ足遅いんですけど。レミちゃんとかさ、めっちゃ運動神経良さそうじゃない？絶対足速いと思う。絶対足速いよね。逆、実際だったら逆だね。みん待ってーっていうのはさやだね。確実に。でもおもろい。今日はももちゃんロミオだったかな。違う、今日はみゆちゃんか。今日はみゆちゃんロミオ。下をロミオでしたね。こんばんは。しけんさんありがとう。見て、いや昨日さ、今日の舞台の頑張るために、舞台に劇場にグミ持ってこうと思って買ったのに今日置いてったんだよね。ナルタオの身長差に燃えてた。え、めっちゃいいよね身長差。わかる、わかりすぎる。おもろみもタオロミもかっこいい。わかるわ、イケメンだよね。上着は持って帰ってきた。え、そう、上着持って帰ってきたし、ヤクルトも持って帰ってきて今冷蔵庫に入れた。お風呂入る前にヤクルト飲もうっと。で、上着は今日着て帰るために朝上着着てかないで行った。そうで、帰りは上着着て帰ってきた。こんばんは。いや、なんかね、楽屋にラックがあるんですよ、上着とかをかけておく。そこにかけたの昨日は。なんかそれまで椅子の背中にこうやってかけてたんだけど、あ、かけるとこあるやんと思ってかけたら案の定忘れて、だから今日はもう劇場着いた瞬間にラックから取り外し椅子の背にかけた。ラックにかけるとさやかちゃん忘れちゃうんだって思って学びました。過去から学んだ。土曜日夜公演行ったよ。サリーの学ラン姿良かった。おー、ありがとうございます、嬉しい。学ラン、まさか学ランを着れる日が来るとは。え、でも嬉しい。男の子役やってみたかったんだよねマジで。でもなんかわかんない、動きが男の子っぽいのかどうなのかわからん、できてるのかようわからんけど、できてたらいいなと思っている。明日ヤクルト買うか。でもヤクルト1000マジでどこにも売ってない。もう見つけたら奇跡。よいしょーん。で、明日休みだけどレッスンがあるから頑張る。学ランの中の赤いシャツが似合ってた。あ、本当ですか。腕まくりもしちゃったりしてね。あれね、腕まくりしなかったらね、赤い T シャツね、燃え袖になっちゃうんだ。メンズじゃなくてちょっと可愛くなっちゃうから腕まくりしてんだあれ。こんばんは。そう、チーム A の公演のレッスンある。頑張ります。
頭入るかな。今日は神手だったけどライブパーって正面にサリン切ってくれて湧いた、イエーイ。今日神手ね。でも今日結構なんか端っこと端っこ行ったり来たりしてた気がする。こんばんは。こんばんは。そう、今日明日休みだと思ってたら今日の午後にねレッスン入っちゃったのね。まそういうこともあるよね。こんばんは。まあきっと近いうちに出るだろう A 公演のために頑張ります。するまあ、A 公演楽しみなんだけどね。 A 公演楽しみなんだけど今のキャパシティにその組み込めるほど今自分に余裕がない。毎日さ舞台の方もセットリストが違うからさ、なんか毎日さ振り起こししてるんですよ。今日の曲明日の曲っつって、もうキャパがいっぱいいっぱいだから今余裕ないけど、そうでも楽しみなのはね間違いないのよ。だからちょっと頑張りたい。そう楽しみにしてマッスル、マッスル。マッスル、マッスル。こんばんは。あと今日は何か起きたかな、おもろいこと。あ、さっきさなんかさこの今のさやの住んでる家にママが来るのが住み始めてから初めてなんですよ。まあ、あの契約の日と引っ越した日に来た以来来てなくて、そうで、そのなんかすごい新鮮なわけ。でもさママがいるとさ、なんかここはまるで実家かのように思っちゃってさ、実家さ一軒家だからさ、どんだけ大きい声出してもまあ迷惑かからないからさ、とんでもないでかい声を出すわけいつも。うるさーって声出すんだけど、さっき癖でなんかすごい大きい声出しちゃって、やばいここアパートだったと思って反省した。隣の人はびっくりしたかも、急に大きい声聞こえて。え、どうだろう、あの声聞こえたかな、わかんない。このアパートがどのくらい壁が厚いのかは全くわからないんだけど、そうちょっとあやばと思って、すごい大きい声出しちゃったと思ってやらかしちゃった。大きい声出しちゃった。そうママがいると大きい声出しちゃうんだな。まず実家にいるときすごい大きい声出すんだよね。だなんか誰も怒らないからいっぱい大きい声出すんだけど、そうアパートでその気持ちでいると普通に隣から壁ドンされそう。ドン、うるさいぞって。こんばんは。舞台もサイリンマイクいらないくらい声量ある。え、本当ですか。あでも確か大きい声出すところは確かにいらないかもしれない。舞台やってるとリアクションが大きくなる。あでもねそのエピソードあるよ。この前そう昨日か、昨日レイちゃんと楽屋で話してて、なんかレイちゃんがなんか言った時にさやがすごいびっくりして、なんかオウム返し、え、なんとかってオウム返しした時にめちゃくちゃオーバーリアクションですごい顔大きくて、なんかあお芝居スイッチ入ってるとこんな事件がこんなことが起きるのかと思った。そうとんでもないでかい声でねリアクションしちゃって、なんか普通さ普通の会話でさびっくりした時、え、なんとかなのくらいなのにさ、なんとか聞き返しちゃって、演技やん。その大げさな感じは演技やんと思って、そう舞台お芝居スイッチ入ってるとすごいオーバーリアクションになるっていうのはありますね。やりすぎです、どう考えても。そうスイッチ切り忘れに要注意、要注意。
本当にびっくりしちゃった。作りからして間仕切りしてある。あ、そうそう、楽屋はね、そう、飛沫がないように、飛沫がないようにって言っても舞台でね普通に喋ってるんで、まあ、あんま意味あるのかなと思うんですけど、一応仕切りがあって、それぞれの席が区切られておりますね。さあ、今日ママとご飯食べた夜。そうなんです。ママもつられて大きくないかも。でもママあんま声大きくないかも。ママもお兄ちゃんもパパもあんまり声大きくないんだよね。なんかすごいでかいの私だけなんだよねこんなでかいのさやだけ。なんか家族誰もさ、その怒鳴ったりとかもしないから、マジで大きい声出す瞬間が多分ないんですよ。私だけ家でずっと騒いでる。不思議だねー、不思議だねー。なんでこんなに声を聞く育ったのか本当にわからない。え、でもなんか正直自分の声が大きいということに結構最近まで気づいてなかった。なんか別にみんな出せるけど、みんな大きい声は全然私と同じぐらいの大きい声出せるけど、ただみんながリミッターで出してないのかと思ったら、なんか普通にでかいっぽくて、さやの声、そう、みんなが出せないぐらいの声量が結構出るっぽくて、あ、めっちゃ私普通だと思ってたけど普通じゃなかったと思って、なんか常識だと思ってたことが常識じゃなかった時の驚きは計り知れませんな。大は小を兼ねる。え、そうなんですよ。大きい声はね、いくらでもちっちゃくできるんでね。そう、大丈夫なんです。しんさんこんばんは。耳遠いんで助かる任せて。セリの声よく通るし、舞台の最後尾まで余裕で聞こえる。本当ですか？嬉しい。まあ、マイクあるからねっていうのもあると思うけど、他の人は普通車でセリはスポーツ感強すぎん？こんばんは。今ね、マイクがあるからと言ってもそんなちっちゃくしたりとかしてなくて、マイクがあるけどマイクなくても劇場にちゃんと届くぐらいの熱量出さないと、マイクがあったとしても届かないんですよ、熱量は。だから結構マイクがあるからと言って小さくしたりせず、マイクなくても同じぐらいの熱量が伝わるようにっていうぐらいボリュームは結構出してるかもしれない。眠くなってきちゃったな。毎日楽しいですね。舞台はやっぱ楽しい。舞台大好きなんだろうね、さや。めっちゃ楽しい。喉も強いのかな。でね、喋りで喉壊したことないんですよ。歌は壊すけど、歌はね壊すんだよね、その喉。喋りはマジで壊したことない。確かにスピーカーからじゃなくて直接サリの声聞こえた。マジ？それはすごい、それはすごい。こんばんは。
サリン24時間でも話できそう。いや10時間目ぐらいで疲れてそう。10時間は持つんかーい。でもリアル3時間ぐらいだったら全然話せる。コメントとかがあったら3時間ぐらい多分無限に話し続けられるね。リアルな話ね。10時間はしんどいかも。音量ミキサーさん大変そう。え、どうなんだろう、私他のメンバーよりマイク音量ちっちゃかったりすんのかな。あったらめちゃくちゃ面白いけど、でもなんて聞いたらいいんだろうね。聞けないよね。マイクのボリュームって人によって違いますか。かな。あ、そう、で話変わるんですけど、ママがこうお家に来て洗い物もしてくれて、でママがいるからさやもやる気になって、なんか洗濯も自分で回したし、まあ、ママが畳んでくれたんですけど、あとお家のお掃除もしたし、ママが来たことによって二人で片付けたからめっちゃ部屋爆速で綺麗になった。そう、二人でやったら爆速で綺麗になったね。もうこの舞台期間中マジでさ、家にさ寝に帰ってくるだけだったからさ、もう朝起きて20分ぐらいで家から出ちゃってたし、家から帰ってきたらもうショールームしてお風呂入って寝るみたいな、なんかもう掃除したりとかする時間が一切取れなくて、うわーってなってたけど、ママが来てくれたから二人でやったらもう爆速で終わった。しかも今日はさ1公演で早く帰ってきたしね。いつもだったらまだお家帰ってきてない、あと30分ぐらいかかるからね、お家帰ってくるまで。もうさ11時前ぐらいに家着くとさ、もうさ寝ることをさ最優先しないとさ次の日死んじゃうからさ、掃除とかしてる場合じゃないのよね。そう、まあ、でも洗濯はおととい実は眠い目をこすりながらやったんですよ。そうだからそんな溜まってなかったんですけど、今日回しました。長野弁でおしゃべり？でもね、普通にねナチュラルにねちょっと出てた。そう、いつもよりちょっと出てた。あ、よくそのなんだろう、地元の人と話すと方言電話ってさ出ちゃったりする人とかいるじゃん。あ、これってなんか自分でスイッチ切り替えてるわけじゃなくてナチュラルに出ちゃうもんなんだって学んだ。そう、なんとかやっただみたいな。めっちゃなまってた今日さ。ママと喋ってる時朝から晩までしっかりお仕事して一人で頑張ってるだけで偉い、嬉しい、ありがとう。でもママに一人暮らし力割と高いって言われたからニコニコしてる。そう、あとねママが来るっていうことでちょっと昨日の夜頑張って片、ちょっとだけその何畳んだ服をなんかリビングに山積みにしてたから、それをクローゼットに畳んだ。そう全然映ってないから大丈夫。こんばんは。ママに言ってない。そう、そんな感じ。若さん、くす玉ありがとうございます。
あ、寝ようとしてる。さえを差し置いて。ダメだよ。さえがお風呂上がるまで寝ちゃダメだよ。ダメダメ。ママが寝てたら起こすから。ママ喋るよ。喋るよ。ダメだよ。そう、ママ就寝時間早いんですよ。早い時このぐらいでもう寝てるもん。でダメです、許しません。今日は3時間喋りに付き合ってもらいます。嫌です。ねえ、1月ぶりに会うのに。そう。一人称、そう、一人称さやなんですよね。私なんかちょっとずつ私にシフトしようと思ってたけど、なんか最近また戻ってきちゃった。わからん、もうどう治らん。ママさん登場って、お正月以来。お正月のショールームママ出たっけ？一回ね。全然記憶ない。なんか甥っ子が映ったのは覚えてるけど、え、あれ正月？もっと前？え、うん？正月？正月？わかんない。わかんない。誰も覚えてないや。こんばんは。そう。みんなの方が覚えてそう。あの人の方が。前にみんなでフルーツ話、何それ、え、覚えてるよ。ママはフルーツ話、なんか何月に何のフルーツが旬かって話したわ。全部ママに訂正されてたわ。さやがずっと間違え続けて、え、いちごはいつとか言って、じゃあ桃はっつってね、覚えてるわ。覚え、みんなよく覚えてるね。全然さや覚えてなかった。毎日ショールームしてるから。もういつ何の話したか何も覚えてなかった。言われれば思い出したけど、確かになんか季節のフルーツに謎に詳しいんだよね、ママが。そう、全然覚えてない。みんなすごいわね。一緒だね。さえも覚えてないよ。そうなんだよ。あ、正月5ヶ月前すぎじゃん。立ちすぎ。全然帰ってこないんだ。え、そうそう、さ、2ヶ月か3ヶ月に1回帰りたいのに全然帰れない。甥っ子と姪っ子に会いたいのに全然帰れないんだな。ねえ、まあありがたいですけどね。こんばんは。なんかゴールデンウィークにバーベキューしてたね。ママいた、うん、バーベキュー。ママいて、バーベキューしたかったの。ゴールデンウィーク高橋家バーベキューしてたんですよ。いつもしてるよね。毎年してない、ゴールデンウィークの頃。してる。なんかゴールデンウィーク混んでるから外出ない代わりに家の庭でやってんね。そう、呼ばれなかった。めっちゃ忙しかった時。ゴールデンウィーク A の公演リハと稽古でひっちゃかめっちゃかしてたわ。そう、成人式以来。そう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 、毎年年何回もやってる。え、そう、めっちゃうちね、なんか多分バーベキュー好き家族だね。好き好き家族です。うん、うん、あのちびちゃんがね、あ、そう、甥っ子がなんかバーベキューをしたがるんですよ。でもパパも好きじゃない。パパも好き、まあ、そう、兄ちゃんも好き。うん、だ、高橋家の男性陣がもうこう大好きで、バーベキューが、うん、よくやります。 3,4 回毎年やってる気がする、なんだかんだ。そう、インスタのストーリーによく上がってたね。あー、あげてた肉。こんばんは、やっさん、いいね、ありがとう。キスマイエイトあったら劇場チーム公演始まるのかな。始まると思う。そういえばもう A 公演の練習に必死です。キャパオーバー。いつ呼ばれるか分かんないからさ、怖いよね。そんな感じで今日はそろそろ終わりにしようかな。30分ぐらいやったのかな。全然何時に始めたか記憶ないけど、3ぐらいに始めたか。36分。
あ、全然半過ぎてた。40分経過ということで、じゃあそろそろ終わりにしましょう。今日は、キスバイト1公演ありがとうございました。ランキング見ます。10位ヤスさんありがとうございます。12位ツナちゃんありがとうございます。11位タテヤマケンケンさんありがとうございます。10位ワカさんありがとうございます。9位台湾ユララさんありがとうございます。8位ルーシェさんありがとうございます。7位ワサッピさんありがとうございます。6位ヒラリンさんありがとうございます。5位カボチャ先生ありがとうございます。4位ヤチさんありがとうございます。3位ムッティさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。そして1位はマサトさんありがとうございます。ありがとう、イエイ。ということで、まあ明日はね舞台お休みですけど、明後日からまた、何公演、あと 1,2,3,4,5,6,7 公演ぐらい、よろしくお願いします。ではおやすみなさい。バイバーイ。